けど見せ目がちょっとあのありけん採点になりました。品出し中にね声かけてくる人マジで嫌いだったわ。ほうきで殴り倒せばいいじゃん。頑張れ。これ落ち着いてお客さん来たから。いらっしゃいませ。紅茶の横にコーヒーコーナー置いてる。はい、新人高木くん遊んでないですか？なんかあれですか？ちょっと私思うんですよね。それカルビと高木。高木くんなんかあれですか？新人さんのなんかあの親戚とかですか？なんか許してるけど。いや違うんですけど、まあ彼もまだ若いところがあるからね。まあでも こんなこと言われても店の入り口見たらもう元気出るわ。何やったんだ。いや、そうすると言いましたもん、店の入り口に。入り口何どれえ、どれどれどれどこどこどこえありけん最低どこどこ待て待て待てあの、スーパーマーケットの店名がちょっとあの、ありけん最低になりましたどこどこどこでみんなそれどこでみんな看板が上見上げたらほんまやすげえ英語わかん日本語わかんないよく見つけたなすげえどうやって見つけたのそれお前怖すぎる店名変更とかあったのそういえば変更できたこの在庫追加するとこで誰が入ってくんねんこれでよかったなありきんさいてって店名一番レジ誰も来なくなるぞこんなバレたな あいつかありけんってでもこの店入ったら分かるだろうな一番最初にあいつだって俺のあれであの名札見てみんなニヤニヤし始める絶対復讐しようあいいねカルビと高木が行ったり来たりしてるあれこれ中入ってるなんかはそういうのがごちゃ混ぜになっちゃってるじゃんちょっとケチャップがここあんなこれなんか在庫入ってるやつここゴミ箱にあるよなあるよなあの迷惑なんですけどいやお前らが働かないでそれを片付けなきゃごちゃったんでしょすぐあまた入ってますはい入ってるお前らもせいで印象がさカルビ君と高木君ありけんさんも動いた方がいいですよあそろそろ死んじゃいますよあのすいませんあの手伝ってるんですけど僕ずっと今一緒に手伝ってあげてるんですけどもうやりませんカルビ君カルビ君って言ってたしカルビのことカルビ君って言ってたし意味わからん商品を置いて誰だあそこにいや、だしこいつらはなんか奥に置くんだよ、商品を。そう、見えない。手が届かない、そう、レジで、じゃ、わかる、わかるわ。映えないように強盗しようとしてる、こいつら。あ、そういうことなの、これ。キモいな。そういうこと。レジ入れたり入れたり、文句しか言わねえ、こいつら。いらっしゃいませ。アリケンさんを見習えよ。いらっしゃいませ。文句の一つも言わずに。アリケンさん。ご購入、ありがとうございます。いらっしゃいませ。アリケンさん、店長の前だけああいう感じなんだよな。ね、裏の顔を知らないんだ、うん、店長は。年下の前では生きてるのに。アリケンさん見習っても。アリケンさん年下の前ではすごい生きんのにな。品出しはやってたけど、品出し中にね声かけてくる人マジで嫌いだった俺。え、どこどこの商品？なんで声かけあるの？カレーどこにありますかみたいな言われて、なんか案内しなきゃいけないんだけどめっちゃカツカツで時間設定されてるからさこっちは。うん、品出しが間に合わなくなって怒られるんだよねなんかほうきで殴り倒せばいいじゃんいやそうだよねそれができればな、うん、あできないのいやじゃ現実はまあ、できるけど後がちょっとないかなあーそっかあーそうなんだ、うん、大問題だよほうきで襲いすぎたのね大問題あでもすげえ客の頭の上から何々の商品がないってのが出なくなってきてるお客さん閉じ込めちゃった。あら。え？物を置いたってこと？あ、本当だ。やばい。閉じ込めちゃった。やばい、ナチョちゃんこれどうすんの？ナチョちゃん、もう一回だけ。こいつ終わりやん。店閉めなくなっちゃうナチョちゃんこれ店。お客さんいる判定で。そうだよね。出ておいで。出た？あ、出てた出てた。あ、まさかこいつも。店員に閉じ込められると思わなかったな速攻会計しに来たわ、こいつもう帰ろうだろうなこいつ怖かっただろうな早く逃げないと一応レジいないね、一人あ、はい
そうだね、ポジションから離れるときは言った方がいいかもね。あ、そうですよね。はい、ちょっとできれば。え、ノチョが怒られてる。珍しい。ノチョちゃん怒らない。マジか。人種平等だからね。いや、怒ってるわけではないですよ。でもこれはまあいいことだわ。平等に扱ってて、ね、うん。しっかりしてくださいね、ナチョさん。平等に嫌なやつ来た。平等に嫌なやつ。そこは平等じゃなくていいのに。これはソルトみたいなやつどこ行った？行って早かった今回。今回早かった。ハニー誰だった？恐ろしく早くて誰か見えなかった。恐ろしく気づいたか。すごい人だな。は見えなかった。マジで早かった。マジで早いやついた今。ここにいると殴られるぞみんな。おい、てめえその本気で何するつもりだよ。お前、いや、ちょっとお前バレネが、バレネが落ちてたから。お前今完全に目があっただろ俺と。あー、つぶだな。なんで、なんで、くそ、これくそ。これ一人できんのやばいな。あ、今日はあれ今日はあれだよ、非常訓練だお前これ。やめろやめろ。ゴートうわぁ。これ横で一旦ちょっと置くか。置く、はめようぜ。あれけん、あ、オッケー。俺か、壁、オッケー。橋ではめようぜ。これ待って、お、それ俺それ俺はめようぜ。そう、俺やめろ、やめろ、おい。あー、もう明日行くからね。明日行きますよ。痛い。ではもう終了でーす。はい。倉庫を強化してこいつに勝手に入れさせるのも結構ありか。確かに、うん、おい、倉庫のこのこれ、倉庫に食事置いたやつ。やべ、みんな客入ってきた、客入ってきた。ダンボール捨てんな。あ、ごめん、プル落ち着いて、お客さん来たから。トイレ行ってらっしゃい。いらっしゃいませー。トイレ行ってらっしゃい。怖いぐらい変わった。あ、でも切り替えできるのはいいことだ。え、ちょっと待って、高木そいつ早くね。こいつ早い、こいつ練習値早い。そいつ早くね。え、金庫館だったの。一瞬で通したぞ今。あの荷物を拾うのが遅いんだけど、あの会計がめっちゃ早い、数字の選択が。あ、なるほどね。もしかしたらアリケンより早い可能性ある。ちょっと待って、ライバル、ね、早いかも。ライバル、こいつ世界一位かもしれない。ちょっと待ってナチョ、そいつ見た後俺の方見て、ちょっと分かった。どっちが早いか、うん、どっちが早い。お、は、客来いよ。お、来た。早、アリケン早。あー、でもここがいくら速くてもこの数字のとこかな。あー、数字遅い。でも僕の方で速かったから一緒ぐらいかも。いや、でも多分こいつの方が速い。いや、でもそいつは、でもそいつは、いや、待て、俺のプライドが。いや、本当にプライド出てきてんじゃねえかよ。いや、待て、でもそいつはあれだよ。そいつはダブルでいけねえから。またしてみてください。あ、確かに、確かに。そうちょっと、もうほんまにトリプルにしてくれ、これ。1000ドルあればポリティクルトリプルいけるからさ。あ、ちょっとアリキンが言ってるかしちゃうか。俺も一人でいいわ、俺もこれ。